俺の妹がこんなに可愛いわけがない、ポータブルが続くわけがない。妹の名前は高坂桐乃。近所の中学校に通う女子中学生だ。ライトブラウンに染めた髪の毛、両耳にはピアス、長く伸ばした爪には艶やかなるマニキュア。すっぴんでも十分目を引くだろう端正な顔を入念なメイクでさらに磨き上げている。中学生には見えないくらい大人びた雰囲気、やや丸顔だけど、つまりめちゃめちゃ垢抜けた女なんだ俺の妹は。しかもティーン誌とやらでモデル活動をやってたり、陸上部のエースだったり、学力テストで県5位だったり、学校のクラスの中でも目立つ奴らばっかり集まって話しかけるのも躊躇しちまうグループってあるだろ。その一番華やかなグループの中心人物が桐乃だ。そんな妹が身内にいるって想像してみろ。どうだ、少しは俺の気まずさが伝わったか。そして俺の名前は高坂京介。近所の高校に通う18歳。自分で言うのもなんだが、ごく平凡な高校生だ。望むものは至って普通の人生。波乱万丈の非日常も、非凡でユニークな登場人物も俺の人生には必要ない。中途半端と言われようと、凡庸こそが俺のモットー。緩やかに停滞した変わり映えのしない日常風景が俺の理想。凡庸万歳、ビバ普通の人生だったわけだが、それは俺の妹と妹を取り巻く愉快な仲間たちと関わってねえから言えることだって。人生相談があるの。全てはこの一言から始まった。完璧美少女中学生だとばかり思っていた俺の妹は、するとお前なんだ、そのまさかとは思うけど、妹が好きなのか、だからそんなゲームとかいっぱい持ってると。うん、妹もののゲームを大量に持っているオタクだった。高額のためにこれだけは言っておく。もし誰かに人生相談を持ちかけられたら、手よくお断りした方がいい。その相手が妹だったらなおさらだ。もしその妹の手に似合わない子供向けアニメの DVD やらゲームやらがあったなら、すぐにでも旅に出た方がいい。でないと。妹メーカー EX ボリューム4。おかえりなさいお兄ちゃん、妹と恋しよ。俺に何やらせるつもりだてめえ。やりたくもねえゲームを夜な夜なやらされたり。ねえ、私さ、どうしたらいいと思う？お前は友達を作れ。お前と同じような趣味持ってる奴らがいいな。同じ趣味の友達を作らせようと世話を焼いたり。拙者、サオリ・バジーナと申す者でござる。ハンドルネーム、黒猫よ。趣味の会合に同席させられたり。ほほう。
お前は妹の部屋で妹のパソコンを使って妹にいかがわしいことをするゲームをやっていたというんだな。超面白かったぜ。文句あっか。この京介氏、キリリン氏の怒りを鎮めなければ。そう言われてもよ。ならばツーショット会話でござる。ツーショット会話？なんだそりゃ。キリリン氏とまっすぐ向き合い、1対1で会話をするのです。相手のセリフに適切なツッコミを入れるでござる。わかった、やってみるぜ。気をつけてくだされ。時にはツッコミを入れないという選択も必要ですぞ。何ごちゃごちゃ話してんの、この変態。死んでよ。落ち着け、キリノ。これは誤解なんだ。うっさい、言い訳すんな。ツッコミを入れてみたんだが全然ダメじゃん。さすが京介氏、見事なツッコミ。キリリン氏の怒りが和らぎましたぞ。今ので和らいでたの？わかるか、そんなもん。で、見たの？は？見たのかっつってんの。何を？だから、黒いのの、パンツ。見てねえよ！嘘つき、見たんでしょ。本当だって。疑うなら場所変わろうぜ。この位置からじゃ見えないってわかるから。試したでござるか。お前はもう黙ってろ。あっそ、見てないんだ。バカじゃん、紛らわしいことすんなっつーの。おお、さすが京介氏、キリリン氏の誤解が一つ解けたようですぞ。いや、でも今バカじゃんって言われたぞ。本当に誤解解けたのかよ。最後に一つだけ聞くから。あんた、私がいない間、妹の友達を自分の部屋に連れ込んでたわけ？そうだ。だけど、これには理由があるんだ。はあ？沙織と黒猫は、お前がいない間、俺が寂しがってるだろうと心配してくれたんだよ。それでちょくちょくここに遊びに来てくれてたんだ。なのにお前が怒るのは違うだろう。ふん、あんた私がいなくて寂しかったんだ。キモ、どんだけシスコンなんだって。疲れた。